黒石立中郷小学校は青森県黒石組の木にあった公立小学校。2020年3月末閉校。黒石の中心部にあり、周辺は市街地や住宅街となっている。主な進学先は中郷中学校。全校児童は270人。昭和町、松葉町、岩木町、琴吹町、道北町、吉野町、住吉町。 一番町、末広、愛、の、松原、野添町、北美町一丁目、北美町二丁目、北美町三丁目、緑が丘、グミの木一丁目、グミの木二丁目、グミの木三丁目、青山、野際一丁目、野際二丁目、野際三丁目、田中、北田中、作城町。黒石 HP 内から懐かしの校歌、AB 黒井の中郷小学校が、 平行記念式典東欧日報、2020年10月19日配信、中号小 HP 内遠隔概要黒石立、北洋小学校 HP では、西馬走り省が、馬走り省、比内省が、小屋敷省と表記されている住居表示整理実施で、グミの木2丁目77番地黒石立北洋、小学校 HP 内学校の遠隔最後の、 卒業式黒井市立中号小学校ほのぼのダイアリー中南地区統合校開設準備委員会概要。これに本校統合の記載がある。ABC ギャカム黒井市立中号小学校。ありがとうございます。